上駅に入る前の車両路線の下を見るゲルマーバーンはスイス・ベルン州のケーブルカーである。山麓のオーバーハスリ・ハンデグにあるふも駅と山頂のゲルマー湖を結ぶ。2017年まではスイスで最も急なケーブルカーでもあったが現在ではスイスのシュイツ州に開業したシュトースバーンが急勾配の記録を保持している。ゲルマー湖は アーレ川上流域の水力発電計画の一端を担うため、1926年に建設されたダム湖である。ケーブルカーはもともとダム湖の建設用の資材を運搬するために建設され、ダム湖の管理などのために利用されていた。そのため観光用もしくは登山客用に利用され出したのは2001年になってからである。現在ケーブルカーを含む設備は、 発電所を所有するオーバーハスリ発電所株式会社によって運営されている。ケーブルカーの麓の駅はグリムゼル峠を越える幹線道路から近く、徒歩圏内には駐車場も整備されている。公共交通機関であるポストバスの便は比較的少ないが、夏場はマイリンゲン方面から数本あるため、車でなくてもアクセスは可能である。最寄りのバス停は、 ハンデグ、ジェルマーバンで、徒歩でケーブルカーの麓の駅までアクセスできる。頂上駅からは、ゲルマー港を周遊できる、ハイキングルートや、ジェルマーヒュートなどへのトレッキングルートが伸びている。ゲルマーバーン周辺には、トリフトブルックやアリシュラクと、古カ蒸気鉄道線、風光明媚で有名なポストバスの路線である、グリーンスセル、パスラインなどもあり、観光が楽しめる。ゲルマーバーンは、 6月の初めから10月中旬の昼間のみ営業している。他の地方のケーブルカー及びコンドラと同様ゲルマーバーンもホルブタックス及びガニより半額にならないので運賃は大人往復32スイスフランである。基本的に乗員が24名と限られていること、単線であること、週末の朝はハイキング客で混雑することなどから確実に ケーブルカーに乗るためには事前にウェブサイトより予約することが可能である。ありがとうございます。